トップカップ宮殿のハレム、現在のトップカップ宮殿のハレムハレムとは、イスラム社会における女性の居室のことである。ハレムという名称は、トルコ語から、イスラム世界の外側の諸外国語に広まったもので、アラビア語では、ハリームと呼ばれている。トルコ語のハレムは、アラビア語のハリーム、ないしは、アラビア語ではもっぱら聖地を指す語であるハラームの天下で、ある。ハリーム、 カラームとも原義は禁じられたという意味で、ハレムとは男性はその場所にいる女性の夫、子や親族以外、立ち入りが禁じられていたことから生まれた名称である。歴史的には10世紀以降、イスラム国家の宮廷において、高級の発達が著しく進んだことに伴い、この故障も定着するようになったと言われる。日本語ではハーレムと呼ぶこともあるが、 学術的にはトルコ語の発音に近い、ハレムが一般的である。英語では、HRM、もしくは、稀に、h r m である。男子近世を胸とするハレムの文化的背景には、イスラームの内保守的で幻覚主義的な考え方を、取るものによって強調されてきた、性的倫理の逸脱を未然に保護するためには、男女は、説理ある閣僚を行わなければならないとの性倫理が、 存在すると言われる。イスラームの聖典であるクルアーンには、マディーナの預言者、ムハンマドの自宅に頻繁に出入りする信徒たちと、預言者の家族の居室の間を厳密に区切り、両者のむやみな行き来や会話を戒めた規定が見られる。またクルアーンの別の箇所では、ムスリムの女性たる者は、定説を固く守るべきとの戒めが解かれている。 後世のムスリムたちは、この預言者の家族に関する規定と女性の締結義務の規定を厳密に遵守適用するための配慮として、家屋の中にハリームの領域、すなわち訪問者の立ち入りが禁じられた空間を置くようになった。この意味では、ハレムは女性が外出時に着用することとされているベールなどと同じ発想に基づいている。 ところが、ハレムの習慣は、イスラーム特有の文化というわけではなく、古代の地中海世界において、不遊な改造が、倫理的、文化的、経済的な理由において、女性の居室を隔離した風習が、そもそもの起源であるとも考えられており、必ずしも、宗教的な理由にのみ基づく習慣であるとは、言い切れない点でも、ベールの風習と類似する。また、 ハレムはイスラーム社会における男女隔離の推奨に基づいているとはいえ、仮想の人々や農村社会、遊牧民など、男女が屋内外で共働きすることが前提となっている社会階層では、経済的合理性を欠くため、このような社会階層に属する家庭や、このような階層が多数を占める地域においては、ハレムの制度は事実上成り立たない。ハレムの習慣は、 ベールと同じように、近代的価値観の普及とともに、イスラームにおける一夫多妻制の規定と結びつけられ、性的搾取ないし女性差別の象徴、あるいは、イスラーム世界の更新性の実例として、批判されてきた。イスラーム社会の内部でも20世紀後半以降、女性の社会進出に伴って、厳格な適用は好まれなくなり、 多くの国々で衰退に向かっている。ハレムを厳密に運用するには、多くの婦人を抱え女性を労働力とせずに、家庭内に置いておくことが可能な経済力が前提であった。これは、裏返して言えば、イスラム世界で最も富裕な存在である王公貴族の宮廷において、ハレムが厳密かつ大規模に営まれていたということを意味する。 確かに、イスラムの教主であるカリフの権威が絶頂に達したアッパース朝においては、千代人う物語に半ば伝説化して語られたような、非常に大規模なハレムが営まれていた。クルアーンは、預言者の妻たちが顔を見せて良いのは、同性の女性たちと自分の家族、親族の男性を除くと、彼女らの所有する奴隷のみであると語っているため、ハレムでは、 奴隷身分の者が労働に召し使われることとなったが、カリフのような、富裕な王皇貴族のもとでは、このような奴隷は虚勢されて、漢岸とされていた。漢岸が召し使われたという点では古代、オリエントや中国の高級と同じである。また、ハレムに住まう婦人たちの身辺には、奴隷身分の次女たちも置かれたが、イスラム法では女奴隷の産んだ子は、 父が認知すれば自由人として認められることができると定められていたため、彼女たち女奴隷は、ハレムの夫人たちの夫の子供を、死生児ではなく着室子として産む可能性があった。したがって、女奴隷とは、即室候補でもあり、夫の子を産めば奴隷身分から解放され、一役王公貴族の夫人として尊敬される身になることも珍しくなかったことは、 江戸城の多くの次女とも似ている。マムルーク町の初代、スルタンとなったシャジャルアイコールズルは、奴隷身分から、君主の幸運で解放され、王の比喩と身分を上昇させた女性の典型的な例である。アッパース町の水亡後、アラブ人に代わって、イスラム世界屈指の大帝国を築いたオスマン帝国においてもハレムは、 極めて大規模なものが存在した。オスマン帝国の君主は四代バヤジと一世以来、キリスト教徒出身の女奴隷を母として生まれたものが多く、そもそも君主権が絶頂化して、有力者との婚姻が不要となった15世紀以降には、ほとんど世紀の結婚を行う君主はいなかった。オスマン帝国のハレムには、美人として、 有名なカフカス出身の女性を中心とする多くの女奴隷が集められ、その数は最盛期には1000人を超えたとされる。戦争捕虜や貧困家庭からの売却によって奴隷身分となった女性たちはイスタンブールで購入されると、イスタンブールの各所に置かれた君主の宮廷の一つに配属され、 黒人の観覧によって生活を監督されながら株音曲のみならず礼儀作法や料理、裁縫、さらにアラビア文字の読み書きから詩などの文学に至るまで様々な教養を身につけさせられた後、次女として皇帝の住まうトップカップ宮殿のハレムに移された。村と三世紀の知性では本だけ絶対に持ち込むことができなかった。ジャーリアと呼ばれる彼女らの中から 皇帝のお手つきになった者は、イクバル、ギョズでと称され、資質を与えられて、即質の核となる。やがて長愛を高めた者は、石カド花ンなどの損傷を与えられ、最も高い地位にある者は、バッシュゥンの称号を持った。さらに後継者となりうる男子を産めば派スするンと呼ばれるが、皇帝は原則として、彼女らと法的な公認を結ぶことはなく、 建前上は、君主の奴隷身分のままであった。スレーマン一世の婦人ヒュッレムスルタンは、元キリスト教徒の奴隷から、皇帝の正式な妻にまで取り立てられた、稀有な霊である。一方、皇帝の母になれなかった側室たちや、皇帝の子を産むこともなく、失調した側室たち、また、幸運に恵まれず、寵愛を受けられなかった次女たちは、時には、 皇帝から重心に可視されることもあったが、多くの場合皇帝の死去とともに、トップカップ宮殿外の嘆きの家という利休に移され、年金を与えられて静かに余生を送る運命であった。また、15世紀以降のオスマン帝国では、全君主の死後に即位した王子は、王位争いの対抗者となった兄弟たちを処刑する、兄弟殺しの観光への難禁に変更があったことが知られているが、 サフィエスルタンの時代にも、同じように全君主の余計な子孫を残さないために、全皇帝の側室のうち妊娠している者は、生きたまま袋に詰められ、ボスフォラス海峡に沈められたと言われている。このように、厳しく、その立場は、不安定、極まりなかった、オスマン帝国のハレムの女性たちの間では、権力闘争も激しくならざるを得なかった。 しかし、ひとたび自身の生んだ息子が皇帝に即位することとなればバーリデスルタンと呼ばれて、ハレムの女主人として高い尊敬を払われる身分となる。16世紀後半から17世紀にかけてのオスマン帝国は皇帝独裁が保たれ政治の中心が宮廷に置かれたままであったにもかかわらず洋弱な皇帝が相次いだためヌールバヌースルタン、 巨セムスルタンなど著名な母妃たちが牽制を振るった。18世紀からは西岡化の波がハレムに押し寄せ、西岡化に熱心だった第31代アブデュルメジト一世は皇帝の住まいを1853年にトップカップ宮殿から西洋風のドルマバフチェ宮殿へと移し、1856年に余剰のジャーリアを解放した。 しかし、近代オスマン帝国の王宮であったドルマバフチェ宮殿やユルドゥーズ宮殿にも小規模ながら女官と官官の住むハレムは維持され、その後、1909年にオスマン帝国宮廷のハレムは解散された。厳格な男女分離政策を行っているサウジアラビアでは、結婚後の理想的な住居の例として、夫用の客間とは別に、 男子近世の妻専用の客間を設けるとされており、この妻専用の客間をハレムと呼んでいる。妻の友人が来客した場合にはハレムに案内して、ハレムの中ではアバヤを取って自由な服装でくつろぐことができる。ハレムは妻のプライベート空間であり、イスラム価値観的には夫であっても、むやみに干渉することは悪いこととされている。王族など資産家の場合には、 塀で囲った広大なエリアや、体育館や、室内プールのような大きな建物をハレムとすることで、ハレムの中でイスラム的には許されない水着やレオタードのような、服装をして女性だけが集まって、スポーツなどの競技会が開催されることがある。女性の権利制限が厳しいイスラム原理主義社会で、あってもハレムの中だけは、女性が自由になることができる。 ドミニク・アングル作、トルコフロ1862年ルーブル美術館像。おびただしい数の裸の美女たち。オスマン帝国のハレムでは、このような光景はない。この作品は、ヨーロッパ人の空想した、官能、献体の東方世界のイメージを映し出している。すでに述べたように、ハレムという語がトルコ語から西欧諸言語に取り入れられたことからわかるように、西欧人が、 ハレムの存在を発見したのはオスマン帝国においてであった。オスマン帝国のハレムは、その規模と神秘性からヨーロッパからイスタンブールにやってきた多くの観察者たちの注意を引きつけた。ヨーロッパでは、特に宮廷のハレムに住まう女性たちは、君主の居室を意味するトルコ語を発す、オダルクからなまって、オダリスクとも呼ばれてきた。 ヨーロッパの人々は、オスマン帝国の社会に見られるハレム、オダリスクを東洋的で異質なものと捉え、またこれらには、ヨーロッパ人の手になる旅行記や絵画を通じて、官能的なイメージを与えられたが、こうしたハレムに対するイメージの生産と需要は、エドワード・サイードの批判した、いわゆるオリエンタリズムの一種ということができる。官能的なハレムのイメージは、オスマン帝国の滅亡後も、 再生産と増幅が21世紀に至るまで繰り返されてきた。さらに、イスラーム圏の文脈や高級の概念を離れ、広く男性が多くの性的パートナーを持つ状態を、いささか不道徳なニュアンスと共に意味することもある。生物学では、ゾウアザラシやアシカなどの一夫多再生のコロニーを意味するようになった。 こうした風潮はイスラーム文化が根付いておらず、西洋人により解釈されたオリエントの一部としての官能的なハーレムのイメージのみが普及することになった日本社会においても例外ではなくサルタンの君臨するハーレムのイメージは日本においても再生産されてきた。この結果現在ではハーレムの語は 西アジアにおける元々の用法とは全く異なる意味を帯びた外来語として日本語に定着しており一般的には男女関係や性風俗において少数の男性が同時に多数の女性を相手にしながら性行為を行う状況を指すほかより軽いニュアンスで女性ばかりが数多くいる中に 少数の男性が存在するような状況に対して、ハーレムという言葉が使われる場合も存在する。アニメゲームなどの分野では、いわゆる、ハーレムものを意味し、この概念は欧米に逆輸入もされている。上記の意味を援用し、動物界で一匹のオスがメスをめぐる、他のオスとの戦いに勝ち抜き、複数のメスを独占する状況を、ハーレムと形容することがある。さらにこの意から、 一人の男性に対して複数の女性がいる状況を指してハーレムと使うこともある。また、一人の女性に対して複数の男性がいる状況を指して逆ハーレムという。ありがとうございます。